チョ、あちゃんです。今日は、11月26日、あちゃんとみきちゃんの結婚記念日です。ということでね、ちょっとこう、夜何かこうやれたもん食べようかなと思ってね、買いに行きますで、まあ、こじゃれたもんっていうほどでもないんだけどね、大したもん食べやんでもいいんだけど、ちょっとね、スパークリングワインスパークリングワイン買ってあるし、今ね、ちゃんとミキちゃんのお祝いをしようかなと思ってるんだけど、軽くハムと何かでお祝いしようかなと思ってね。で、晩ご飯何しようかな。そんなもんこじゃれたもんいらんね、ええしなと思って。鍋にしようかなと思ったりもするんだけどね。まあ今日、まあそう、なんか適当に食べてね。できたらまあこじゃれたものがいいかな。でもわからん、子供たちがっつり食べさせてあげたいしね。で、明日、明後日、水木金土今週は予定入れてないねん、どこもどの日も。だから迷ってんねん、どうしようか。木曜日にパレットじゃうわ、鮮魚じゃない、泥箱いちゃうから、それを木曜日に行って泥箱買いに行くか、で昼ご飯、それさばいて食べるか、木曜日どうか。もうでもね、最近ね、ほぼほぼもうさばいたことある魚ばっかりになってきたから、どうかなと思ってきてさ、だから逆にお魚をちょっと休むんじゃないねんけど、ペースを落としていってっていう、いやもう食べたいねんな、お魚好きやねんな。それとね、一つね、不安なのがやっぱりメールでどこまでお魚がさばけんのかやってみたいねん。だからね、一番やっぱ不安なのがね、一番二つ不安な点があるねん。一つ、川引き、川をね、掴んで引くねんけど、最初の取っかかりのところがうまく抑えられるか、あと、なんだろう、あれ、頭割るとき、がっつり力いるから、下手したら頭割るときに爪割んねん。何回か爪割ったことあんねん。それが不安。まあ、ほんまにね、爪っていうか指に負担かけんねん、お魚さばくの。さあ、どうなるでしょうか。魚とかさばけんくなるからねって言われたんやけど、いろんなお友達にもね。でも、逆に、綺麗な爪してさばいたらかっこええやん。と思って、どこまでできるか試したいってのがあって。やっぱりね、まだ1日経ってないね、実際。実質昨日の夕方からやけど、昨日の夕方は晩ご飯、健太やったからお料理してないの。で、今日まあお弁当作ったんやけど、朝からお弁当作ったんと、朝ご飯パンやねんけど、お弁当はね、まあまあ普通に作れた。ちょっとやっぱり卵割んのが難しかった。あとはね、そんなになかったな。ごぼうをささがくときに爪に包丁2回ぐらい当たったくらい、ちょっと怖かった、ぐらいやねんけど、まだお弁当1個作っただけやねん。で、朝ごはんはつけつけパンにしたから、あっちも調理してない、パン焼いて
ジュースとコーヒー入れて、パン焼いて、レンジで温めただけ、シチュー。さっきから何も調理してない。で、昨日の夜ね、お皿と、あれ、フライパンとか、あれとか、子供のお弁当箱とか洗って、フライパンを今日朝洗って、でやったけど、ちょっとコツがいる。でも、まあそんなに、障害にはなってない。さあ、お料理作る時どこまで本格的にお料理ができるか、これから楽しみやね。で、ただ怖いのがね、やっぱりね、こっちの左の親指、スカルプしてもらって、強くはしてくれてんだけど、もともと爪がね、エンジンとフレームの間が挟まって、もう爪が死んでんねん。だからいつもへこんで生まれていくんだけど、その爪がだんだんひどくなってきて、で、ある程度ね、先まで伸びてきたら割れんねん。で、割れて先がなくなんねん。そこの割れるところにスカルプ流してもらって、補強してもらって伸ばしてもらってるから、もう先っちょに力加えたら、絶対割れるやろ、ね、持っていかれて割れるやろ、ね。いや、伸び的で先まで来たら、もうほんまに指と支えがなくなるから、どうなんねやろなって、不安と期待もあんねん。そうなんだって、だから、ただでもね、この長さはすごいありがたいもんね。あとね、他障害なことって今んとこもないね。だから、お魚さばく頭割るのがすごく怖い。で、包丁握るときに爪を握られへんからさ、こういうふうに力が入るのかなって。で、うちの出刃は背が薄いから、背中コーンって縛って痛いねん。ナタ買おうかな、小ナタ買おうだろうかな。ちっちゃいナタ、ヨキっていうのかな。で、頭パーン当たったら、もはや料理道具じゃあらへん。でもナタぐらいでいった方がいいのかな。包丁痛むしね、出刃とかって。だから、ナタ使うと思われる。お坊さん来てね、朝からお坊さん、朝からって昼前ぐらいに来てくれて、11時過ぎだと、お昼もう何しようかな、今日も食材もないし、買いに行かなきゃいけないって、もうめんどくさくなって、毎日カップ、最近ちょっとカップ麺多いから、カップ麺よりもお弁当買おうかな、ラムの安いお弁当で食べようかな。ラムのお弁当悪くない、しようかなと思ってね。だからちょっとどういうかな、ラムの、ね、タピオカ出たっていうのがちょっと気になるな。この前だけしまっとったもう終わっとった。だからわからんかったけど、あんのかどうかすらわからんね。あったらタピオカ買おうかな。昼から便指定にしたから、今日お坊さん来るからね、来とる時にやろうと思ったから、昼から便指定にしたから、昼からと思うと思う。子供帰ってくるまでに届いてあげるけどな、クリスマスプレゼントがあったから、もっとまあ隠しとかんのもええんだけどな。それがね、クリスマスプレゼント用やから、まあ、納期が14から21日だから、ギリギリクリスマスに間に合うやろうと思って、買ったら、もうなんか昨日発送してくれて、今日届くってメール来とって。まあ別に、先出したってもいいねんけどね。子供、もう子供ちゃうからさ、サンタさんが枕元に置く年じゃないやん。っていうかもうクリスマスプレゼントすら送らんでいい年やねんけどね。今年ちょっとね、いろいろあって、いろいろあってちょっと買うてあげようと思ってさ。まああっちゃんも楽しめるしね。それがメインでもないねんけども、まあ、ね、かやね、去年はクリスマスプレゼントにあれ買ったのに、去年ちゃうわ、去年はそうや、PS4 買ったね、PS4 プロで、寮に PS4 プロあげたよ、ね、プロじゃないわ、アマチュアのPS4 アマチュアをあげたんやけど
アマチュア言うなって。慣れるように上げて、で PS4 Pro を、うちメインで使って、どっちでもね、プロ上げてもよかったんやけどね。まあ、どっちでもいいやと。古い方でいいよって言うから、古い方で。ね。で、夏にやり方でしょ、BR 買ったでしょ。で、今回、ね、何を買ったか、まあ、商品紹介します、後で。クリスマスプレゼントで買ったやつ。今日、多分昼、夕方、多分夕方ぐらいには届くと思うんだよな。それ、早く帰らない。で、今日はミキちゃんとの結婚記念日でね、お祝いするからゆっくりとしたいし、ちょっと余裕持ったように持ちたいなと。ねえ。もうこれでね、ほぼほぼ予定は終了やねんけども、12月入るとまたね、ちょっといろいろお出かけが、レンタルやないかや、ちょっと行きたいなと。で、やっちゃんね、食べ歩きしたいの、12月に1回行きたいなと思う。今週、来週に1回行くか、12月入ってから行くか、悩んでんだけど。12月入ったら、ちょっとバタバタと最初の週カラオケとかね、いろいろ予定入ってた、シークレット企画が入っててね、2週目にね、2週目の土曜日奈良公園行こうか思っとってんけど、行きたいからな、なんだろう、あれ言うな、若草山焼き、寒いね、もう行きたいね、今日もっと、いや3年ほど前かな、行ったね、子供連れて、もう感動してさ、だから帰り寒かった、遅なったしね、晩ご飯食べてだからやねんけど、まあ土曜日やからね、翌日日曜日やし、だけど子供が今年行くかな、わからんねんけど、まあ朝から行って、でその時みんなとね、秋の冬の遠足、奈良公園で、第2部で若草山焼きまで残れる人は残ってくれたら、もうすっごいよ、感動的よ。ただでも他府県から来てくれたら最終電車で帰れんのかな、そこが分かんない、なんともそこは分からへんだけど、一応時間見といてくださいね。ね、もう遅くなるから子供一緒に行くんだって、しょうがないからあれんだけど、行かへんって言ったら、もう子供にね、お弁当作っとくか、なんか買っとき、買って食べって言うとか仕方ないんだけどもう帰り多分あっちゃんも11時とか10時11時になると思うね。なんかそんな勢いで行くから、若草山焼き6時半から始まんねんね。こっからね、1時間。1時、8時ぐらいまでかな。8時ぐらいに終わるかな。でそっから、駅の方へ出てきて、ご飯食べて、で、帰るから、まあまあ、時間かかっちゃうね。あの辺食べるとこあったかな？あると思うんだよな、遅くまで。奈良って意外とね、遅くまでやってないのよ。ほんまにね、奈良県民商売いけないね。ファミリーセット空いてると思うね。ここサイゼがあったよな。確か。確かね、三条通りっていうのかな。あそこのところに、サイゼがあったんです。まあ、サイゼよりも、ちょっとした、JR 奈良駅のところにね、居酒屋あった気がするんよな。あんま行かへんねんけど、あそこなんかあって。でも、早かったかもわからんねんって言いながら、今日、携帯持ってくるの忘れてる。そんなこんなでね、どうしたもんかいなと思って、いやね、こんな感じで、もうそれが1月の25ただ1月24日雪降った怖いから、ちゃんとスタッドレスじゃないからさ、帰るとか車検の時帰ろうかな、今年車検やね、12月に車検来る時にタイヤ外すから、印象変えようかな
説明で帰られへんけど、買い取りで出て頼んどっかな。自分の車触るのすごい嫌になってきてさ、めんどくさってね。調子いいね、この車ね。3年ちょい、ほぼ4年乗ったんよ。5月に買ったから、3年と半年ぐらいか。3年半やね。3年半もうちや。3年半もなのか、あそこまで。どこやったっけ、扇やったっけ、三陰やったっけ、忘れたけど。阪神電車で飛んで行ったんよ。なんかどっかいてさ、いや今日何、今日月曜日か、月曜日でインコース仕込んでるかな。言うかのもちょっと前出したでしょ。あの後は出してないから、今取り込まれてきてるから。でも先月少なかったよな、だからあんまり使いたくないね。12月末振り込みはね、ちょっとだけマシ。11月のね、前半あかんかったけど、後半はね、ちょっと収益率が上がった。やっぱ1万人超えたからかもわからん。いや、わからへんけどね。なんともなんとも。GPS を受信できません。ちょっと電車遅いな。じゃあ駅からかな。駅から来るから、駅止まっとるからね、踏切になるから結構ね、待ちが長いんよ。なかなか来へんね。新型車両ばっかりになったな。旧型車両見やんくなったな、もう。かっこいいな、新型車両。一回乗りたいな。乗ったって大して変わらないからね。ゆっくりしたいし、記念日ね、ミキちゃんもったら楽しんでやるけどな。いや、ケーキ買おうか迷ってんけど、なんか結婚記念日のケーキ違う気がする、なんでもいいや。食べられたら何でもいい。食べられたら何でもいいじゃん。なんかね、
ショートケーキかなやろうかな。車はね、普通に運転できるの。ドアノブも普通に開けられます。そこはね、この日本車のこんなドアノブやったらちょっとしんどいかもわからんけど、プールのドアノブはね、こう掴むやつやから全然関係なしに開けられるね。ハンドルも全然問題ない。ここで突っ込んでも問題ない。うん。ガチャ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 がようなるようになった。空いてるやん。どうしようかな。別に出さないかな。出しといてねえかな。あ、でも今日つかラムーは元気くんか。出しとこうかな。出しといてよかったな。帰り逆車するか。まあいいや。はい。はい。はい。テスラやんか。かっこええ。テスラ株。やるな。暴落してんねん。ちょっと、ギャグかなと思ったけどね。知ってる？蘇我刑務船です。テスラのね、なんか、GPS を受信できません。2021年に発売予定のトラックやねんけど、すごいね。ハンマーで叩いてもへこまへん。すっごい強靭なボディしてる。で、マッチョが出てって、ハンマーで、車ボッカーンって叩くね。で、ガラスは防弾ガラスで、鉄球投げね。鉄球投げたらガラスバーンって割れて。で、うん、まあ、これはなんかの偶然投げる力強すぎたんかなとか言いながら、後ろのガラスにボーンって、ね、後ろのガラスもボーンって割れて、ギャーみたいなって、なんか言い訳しとったけど。一気に株が急落したらしい。でもさ、防弾ガラスって割れへんのちゃうんだよね。防弾ガラスって中まで貫通せえへんガラスやん。ガラス自体割れんねん。でも貫通せえへんねん。あのデモンストレーションはあかんわ。で、最初テストした時は割れへんならしいね。そんなショーでやらんでもええのに。恥ずかしい。そら急落するわみたいな。余計なことせえへんかったら、起きへんかったのに。ちょっと笑けた。笑ったあかんかもわからんけど、笑けた俺は。
ラムで何か買ってね、お弁当食べるなら車中飯しようか思ってんだけど、何買おうかな。気圧の下がった頭痛やろ、首の後ろからの緊張頭痛やろ、一人王将も嫌やしな。横に王将あってね、食べたい気もするんだけど、一人王将なんかちょっと恥ずかしいし、恥ずかしいってことだけど。弁当となんかおかずと買ってくるわ。